目指せ年収2000万、モテ企業塾。はい。というわけで、本日も引き続きですね、令和のトロでおなじみの木下先生をお迎えしてやっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。で、前回は PL について解説をしていただいたんですが、はいはい、今回はいよい BS。 イエス面白いいですね、はい、bs についてちょっといいいい聞て、はい、ドア玉なんですけど BS 超よくわからんという、はい、多分経営者の方結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってて、うん、そうですね、はい、PL の方がなんか重視されて BS ってあんまり見ないかなって感じはしますね多分なんかとっつきにくいんですかね、うん、何がこう PL ってすごい分かりやすいじゃないですか。売り上げがあって、利益があってみたいな、はい、これ誰が見ても、はい、会社でこういうことだなみたいなのがあるんですけど、うんうん、そのいわゆるバランスシートって、一体何の役割のためにあるのかみたいなことも含めて、ちょっと分かりにくい経営者多いんじゃないかなと思ってるんですけど、かなり分かりづらいですね。この左と右が何であって、はい、これどういう意味なのっていうのを、あんまり理解されてないかも。ただ、このバランスってめっちゃ大事なんですけどね。うん ハイパー大事なんですよ、これ。ハイパー大事。バランスってめっちゃ大事ですよ。なるほど。うんままあ、そもそもバランスっていうのは、バランスシートだから、はい、まあ、左と右がバランスしてるわけですけど、はい、何と何がバランスしてるんですか、あれは。あれは、はい、右に、はいはい、見方は右から見るんですね。あ、そうなのそうですよ。うん 右で調達して左で調達した方がどうなるかじゃないですか。意味的にはそういうことですよね。なので、はい、あの要は何で調達してるのかっていう借金で調達してるのかっていうのが負債っていう意味ですね。でその下の純資産って要は自分のお金ですよねたまった自分のお金、はいはい、出資してたまったお金として自分が入れたお金がここにありますよ、はい、じゃあその後に左側を見てどういう形で持ってんのかなって最後の「でっていう話ですよね,ねはい なのでこの左側の中のさらにバランスもすっごい大事ですしなのでこれ両方とも右と左をいっぺんに見なきゃいけないっていう感じになるので私たちは必ずそういう見方をしてますねちょっとざっくりまとめますとどこからお金をどのように調達しそれをどのように使っているのかということですねおっしゃる通りですでまあそのどこから調達してっていうのは大きく負債の部っていうのと資産の部ですねあ純資産純資産か の、のところに分かれるんだけど、はい、えっと、下の方はどっちかっていうと、資本金だったりとか、はい、毎年の、まあ、積み上がった利益、みたいなところが純資産ですね、はい。そうですね。はい。で、負債の場合は、まあ、基本的には借り入れだったりとか、っていうことでよろしいですか、はい、そうです間違いありません。はい、で、左側の方が、 まあ、いわゆる資産ですね、はいはい、ここはじゃあこの調達してきたお金を使ってどのようにそれを利用しているのかという部分になるということですね。これ、どこから見ていけばいいんですか私は最初に見ているのは左の上ですね。はい、左の上。つまり資産の上の方。はい、要はキャッシュがどんなぐらいあるかなって、はいはい、必ず要はあのキャッシュがないと回らないじゃないですか。はい、でキャッシュで 現金とか預金ととかか預家計取引やってたら売り書金とか出ますけど、はい、家計取引やってなかったら預金とかで普通入ってるはずなので,、はいはい、でここと右側見て借、はい、入れ金が短期借入れ金って短期と長期ってありますね、うん、ありますねなので短期って早く返さなきゃいけないじゃないですか、はい、大体1年ぐらいですか基本<の>的には1年ですね、はいはい、でこの短期の借入れ金より現金が多くないとこれショートしますよねあっ <laughs> たりもいいですけどな,すなので こことここのバランス見てこれやばいんじゃないのっていうのはこの短期と現預金を見てすぐ判断して、はいはい、これ回ってますかってそれを前の年とかも見ていくとああちょっと減ってきてるやばいなこれっていうところはま、うん、まあまあやばいっすねうんないですって話ですす <laughs>、はい、なるほどなるほど。 まあ、確かに短期借り入れってことは、まあ、基本1年以内に返済義務があるものを短期借り入れとまあ認識してますけど、はいはい、それがじゃ例えば1000万ありますと、はい、でも現金が500万しかないということになると、はい、これ普通に考えると半年以内に回らないって話になってしまいますので,、はい、なんでお金借りて借りたお金を事業に投資するけれども、はい、事業で回収できてないって簡単に言えば。 では全然うまくいってないってことの証拠じゃないですかそうですね要は経費垂れ流してるって意味ですよねはい なのでその時に前にやった PL を見て経費をバーって見るとやっぱり経費多いなーっていうのを見て売上足んないっすよねって回収できてませんねっていうとなんか繋がってくるんですよなるほど、うん、行ったり来たりしながら両方見るもんなんですねですですこれはねそういうものなんですよなるほどなるほど他にこう結構チェックされるところってありますか、うん、資産の左側のところで、はい、流動資産と固定資産ってあると思うんですよ、はい、で固定資産って基本的にはサービス業だとほとんど出ないんですよはい。 そうですね不動産がない限りは。はい。ゴルカイン券ぐらいですかね。ゴルカイン券は下のさらに下の方に出ます。と投資そのものでしたけどね。どこでやったりちあのありますね。はい。眠っちゃいますけどね。はい。眠っちゃってます。ただあと車両ぐらいは出たりしますね。うん車買ったりする車両ぐらいで。はい。 ただこの固定資産がやっぱり大きすぎて、はい、流動資産が少ないって言ったらもう潰れますせみたいな感じなんですよ。要はい、寝ちゃってるって意味ですからそうですね、はい、要は現金化できないものがこんだけ多いと。そうです、はい、なので製造業とかやられる場合は工場とかないと製造できないので製造業の場合はお金借りたお金をもう全然経費化できないゆっくり経費化する建物とかに入れてさっきやった原価消却でちょこ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 落としていくわけですけどちょこ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 落としたらちょこ ちょこちょこそこに対する売り上げが立たないと回収できないわけじゃないですか。はいはい、なので固定資産があまりに多くて流動資産が少なかったらまあ基本的にやばいっすね。うん。バランスがめちゃめちゃ悪い。なるほど。うん、なのであの流動資産がやたら多い方がいいかなとは思います。うんうん、まあ、一般的に特にサービス業のなんかはもうまさにそうですよね。うん、そうですね。はい。 調達してきたお金をどれだけうまく使えてるかみたいなことなんですか、今の話でいうと。おっしゃる通りですね。なので、一番いい貸借対照表って、もうモデルがあるんですよ。聞きたいです。そりゃ、あの、借入金が少なくて、純資産がめっちゃ多い、まず、ないですけどね、金がね、難しいですけど、これで、なおかつ、この借入が少なくて、純資産が多いっ右見ると、流動資産がこれはめっちゃ多い。 もう要は金がめちゃめちちゃゃ回ってるっててる意味ですよねこれって考え方によってはもビジネスをもう次に次に投資できてるって話になるので、はい、このキャッシュをじゃあ次何に投資するかって話になるのでキャッシュがあったらキャッシュポジションを取ったら何でも次いけるじゃないですかこれはい、ほらめちゃめちゃいいモデルですよそうなんじゃないですか最高ですねいやうちえー、っとそうなりたい <laughs> 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 まあでもそうですよね 負債が少なくて純資産が多いってことはそもそも非常に安定性の高い資金の調達の仕方じゃないですかそれがとにかく流動資産が多いってことはこの持ってきたやつがものすごい効率よくぐるぐる回って利益を上げてってるうですとう、ね、めちゃめちゃ回ってるってことですねでこいつからまた純資産に流れてきて,て,てでこいつをまた元にぐるぐる回してるとああ完璧ですねこれができたら完璧、はい だからこれって要はやっぱり資金をうまく使ったって、はい、事,業と事業に何かを通して、さらにレバレッジをかけて回収する、はい、つまり売り上げをめちゃめちゃ上げられたっていうじゃないですか。はいはい、なので、これができれば、うそういう決算書に必ずなってくるんですけど、うん、それビジネスがだめだったら当然キャッシュが減って、キャッシュが減れば純資産も減って、両方ともこうあってしぼんでって、足りないから、うん、お金借りようかなって補充して、うんで、補充したのがまたお金で入ってくるんだけど、でもこれって返さなきゃいけないから、純資産増えないんですよね、うん、全然。 うん、なるほどいやでもなんかまあそういう意味で言うと多分バランスシートの方がパッと見て美しい経営ができてるから美しげえっていう言い方もあれですけど、はい、バランスシートの綺麗さとか美しさがやっぱりある種経営の健全者さと直結してる感じなんですかね,すね間違いなく直結してますね、はい、なので最初にどうしても私の場合は BS から見ちゃいますねうん、うん、あでも皆さんもおっしゃいますねプロ、うん、ほど BS から見ますよね このの会社そもそもも大丈夫かなななって BS 見いいと始まらないので最初に見るところってさっき申し上げたこの会社潰れるか潰れないかどれぐらい持つかなっていうところから絶対見っちゃうんでそうすると最初申し上げた預金と借り入れのバランスを最初に見ておかないと。 他話してもこの人ビジネスモデル的に大丈夫なのかなとなんかちょっと疑っちゃうわけですよ、ねうんうん。はいはいこの前のお話も含めて総合すると前の期は PL で営業利益もプラスで、うん、こうなかなかいい成績だったじゃんと思ってみたら、うん、BS の方を見たらもう短期借り入れの嵐でキャッシュも少ないみたいな、うんはい、ってこともありえますもんね。それは絶対純二さ膨らまないですよね。うん、うん、だって返す返すお金は稼いだけれども自分の手持ち資金はそんなに増えてないっていううなっちゃいますんで、はいはい、よく経営者の方と。 特に若い経営者の方は、うん、借り入れを起こした瞬間に全然お金がたまらないっていうのねお金返してますからそうだな、ね、と、はい、ただそのレバレッジを利かせたわけですもんね要はい、お金を借りてそのお金を使って投資をして、はい、で投資をしたけれども返さなきゃいけないからお金はないけれどもこのお金がなければできなかったわけですからそういう意味では借り入れっていうのがないとレバレッジは絶対利かないんですよね、はいうん ただ問題は、その借り入れをしたものがちゃんとうまく資産として生かされ、新たな利益を生み、純資産に還元されるかというところですねです。おっしゃる通りですね。はい、さっきの話の続きになりますけど、はい、美しい BS というのはちょっとお聞かせいただいたんですけど、はいはい、やばい BS とダメな BS っていうのはそれの真逆だと思ってればいいですか、はい、完全真逆です。短期借り入れが異常に多い、はい、固定資産も多い、はい、純資産が少ない。 これ一番ちょっとかなりまずいですねまずいですね、うん、長期借入金と短期借入金ってありますけど、はいはい、このバランスもやっぱり良くないといけないし、はい、で長期借入金ってなかなか返さなくていいやつじゃないですか、はい、で基本的には設備投資にほとんど回るはずなんですよ、はい、なんで普通のサービス業だと、はい、物を買わない限りは多分長期借入金出てこないはずなんですよね、はい、サービス業って基本運転資金なんで、はい、運転資金だと短期借入れな,なはずなんですけどなんで長期が入ったっていうところはめっちゃ気になりますけどねうーん このお金をなんか車買った時「へえ何やってんの?」って話ですし車買ってね売り上げ上がるんだったらいいけどっていう話ですよねそうですねうんなるほどなるほどただ茂木社長の場合はこれ不会員権を買えば売り上げ上がるってことですからねそうですね上がらないでしょうね <laughs> はい昔のビジネスは上がったかもしれないですね、うん、今のビジネスはね 機内はゴルフ会員権を買ったところで売り上げは上がりません、はい。なのでゴルフ会員券は買買っってておおりりまませせん車も、はい。他にこ,うここは BS で見とくと面白いぞとかとここは経営者として押さえとけよみたいなところありますかちょっといろいろありますけど資産側の方で在庫を抱えるビジネス小売りでもそうですけれども、はい、大体商品とかって載ってるわけですね。はい これ滞留してななないかっっててとこころ気にちゃうんんでですよれしるかどうかって1年でわからないので23年、はい、やっぱり続けてみないとわからないですよね。はい、でその滞留してるかどうかも中身見ないとわからないんで「はい、在庫の明細見せてくれ」って言ってで「滞留してますねこれどうします?」って言って滞留してるってことは売れてないよはデッドストックじゃないですか。はい、だってこれ経費にならないですからね。 そうですねアウトですよ、はい、アウトですねもう資産じゃないじゃん、ね、そうガラクタなんですよ、はい、これ何の評価もないですよってだったらもう捨てるぐらいのがよっぽど良くないですかっていう B 級品で売るか捨てるぐらいじゃないと多分ちゃんとした決算書に見えないですよ資産価値がないのに乗ってるってやつ そうですねやばいですね、これは、はい。これは結構ね、皆さん気をつけた方がいいんですけど、あの資産の中って、資産のまあ評価額っていうんですかね、はい、あれまあまあ、評価額がついてるんですけど、その評価額が本当にその資産の価値かってか、ねはい、かなり怪しいんです。違いますね。かなり怪しいっていうか、まあ、基本、違うの多いですよね。違います。はい、なので、左側の資産見て、なんか社長と喋ったら、これで売れるんだろうっておっしゃるんですけど、いえいえ、そういう意味じゃないですと。あうの、うん、<laughs> そういう意味で載ってるんじゃないです、うん、買った金額で載ってるだけですっていう。の っていう話なので、うん、あのちゃんとした BS 見ようと思うと決算書の BS だけではどうしても見えなくてうん、うん、例えば土地を買いましたって言ったら土地が値上がってるかも値下がってるかもしれないです、はい、買った金額で乗ってるわけですよね、はい、これ分からないんですよ、はい、なのでこうちゃんといわゆる金融機関が見ようとすると実体貸借対照表実体 BS ってやつを見るので実体 BS、はい、これは初めて聞きました実体 BS は時価に置き換えちゃう、はい、で時価に置き換えて要は会社の時価純資産要は本当に会社は価値がどれぐらい あるんだろうっていうのを評価買いしちゃうんですよね、はいうん、実体 BS を必ず金融機関とかも見てるでしょうしちなみに僕はですね、はい、今まで在庫を抱えるビジネスってやったことがないんですね、はい、なのでちょっと在庫のところについてはだいぶ知識が弱いところあるんですけど、はい、確かに在庫が例えば1億円分在庫がありますって言った時に、はい、その在庫のうち9 0 0 0万円分がレッドストックだとしたら、はい、これ相当危ない BS ですよねめちゃくちゃ危ないですよ ですよね半額倉庫行きですか、これそうです、はい、もうそこで損を出してもらいましょう、しっかりね、はい、でも半額倉庫は買って、めちゃくちゃ回るんで、確実に回収できるモデルですから、はい、<laughs> あのすごいんですよ、<laughs> これ、すごいんですよね、<laughs> いや、すごいな基本、やっぱり在庫抱えるビジネスやりたくないですよね。 ちょっと怖いですねはい製造業とか氷下ろしとかちょっと怖いなと思いますからサービス業ってそういう点ではねそうですねいいですよね始めやすいしただこう令和の虎とかで僕ら出てて例えば医療系というかアパレル系の方とかっているじゃないですかでどうしても在庫を抱えざるを得ないビジネスになりますよね意外とやっぱり在庫を抱えるざるを得ないビジネスの人っているのかなと思っていてそうですねその場合って最初にお金が出ますからねそうなんですよね サービス業って最初にお金が出るのは人件費とか固定費ぐらいで、はい、まあそれ以外なんか物買って売るわけじゃないので最初にお金が出づらいですけどこれは最、い、抱えるビジネスは最初にお金が出て回収できるかでき分からないものにお金出すっていう怖さがんビジネスの形態としてはやはりどうしてもリスクを負いがちになるビジネスなんでなな、はい、なかなか大変だなと思いますけどね昔みたいに何でも売れる時代だったら、はい、昭和の初めの頃だったらそれいいのかもしれませんけど、はいはい、こんだけん趣味思考がる。 激しくなって、はい、売れるかわかんないものを買えるのかなーっていうのは製造することもよくできるなってそれはあの世の中のニーズをちゃんと捉えてるからできるんでしょうけど、はい、私はちょっとそれさすがに怖くてできないですよね。確確かに確かににはいというわけで BS 編もですね話すこと盛りだくさんでちょっと時間来ちゃいますので後編に続きたいなと思っております。